皆さんこんにちは。ザン企業リーグセミファイナルシリーズ第11戦、本日の対戦カードはドラゴン細井、株式会社サンエイト、アルタイルジャパン、以上の3チームでの対戦をお届けいたします。実況引き続き私ザン企業リーグカジノ部所属のヨウというと、解説にですねライフデザインパートナーの堀内正人選手にお越しいただきました。はい、堀内です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、こんな佳境でいよいよ残り2戦ですね。はい、はい、トータルポイントがね、はい、画面に出ていると思うんですが、はい、3位までが決勝ですね、はい、かなり競ってます。ここ3位争いがね、うん、ここでどうなるか。いや、そうですよね、はい、今回の対戦カードとしましては2位のサンエイト、そして4位のアルタイルジャパン、はい、6位のドラゴン細井チーム、はい、ということになります。でここでですね、あの2人がこれ最後のハンチャンですね。ススルさんとワイヤマさんはそうですね、はいはい、細井先生がこれとその次、はいはいはい、というわけでスコアが確定するわけですが、まあ、あえて言わずに言わないですけど、アルタイルジャパンがちょっと負けてくれたらみたいな気持ちはあったりします。あと展開も楽になりますまあそうですよね、はい、ごめんなさい、なんか引き出したような感じになっちゃって申し訳ないんですが、まあその選手の率直なお気持ちだとか、はい、まあ普通に麻雀の解説だとかあのしていただきます。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。それではですね、早速、対戦カードの紹介は、細井先生、ワイヤマさん、ススさんですね、以上の3選手での対戦となります。選手の皆さんが準備よろしければ入場よろしくお願いします。トンチャがドラゴン細井さんですね。はい、はい、レギュラーシーズン MVP でございます。はい、そしてここで連投ですね。はい、お来ました来ました。貴様の方はトンチャの重みが違うんだよ舐めてんのか、全員飛ばすところ怖いな放送禁止は大丈夫ですかじゃあリクラがいいか続きまして、なんちゃがワイヤマ選手、はい、はい、こちら3位ですね、トータル2位となってます。はい、はい、そしてアルタイルジャパンからススル選手です。絶対に負けません、よろしくお願いします。3名揃いましたね、はい、いや、この構図ですよ、はい、まずそのススルさんと細井先生がこの同卓してるこの光景、はいはい、なんかね、圧というかオーラというか、はい、そこに前残王ワイヤマがどのような栄光を見せるか。今カメラ調整中ですね、はい、準備が整い次第スタートとなります。アマゾラクリニックは明瞭な料金設定、手術は医者が決める、全員形成外科専門医、美容外科を革新的に変えていくアマゾラクリニック。これまずトンパツの方針なんですけど、ドラゴン細井さんは絶対落とせないですね。もう残り2戦のマイナス50でしたっけ今。そうです。だからここはね、先制されても相当頑張りそうですねここの親を落とすと、いかなきゃいけない、はい、トータル3位まで滑り込むのは難しくなります。うん、まあそう、手組みもなるべく最低でもテンパイは狙えるようなっていうか、はいはい、打点も狙えるのはいきたいんですけど、うん、無理してね、はい、本一がいてとかっていうのもね避けたいですよね。そうですね、はい、ドラゴン細井チーム残された親番は残り4回です。その1回を早速迎えました。なんだこれは、いきなり赤いもんね、鼻はやりますね。すごいハイパーだ、はい、ドラは急走です。あ、これはいいぞ、いきなりメンツ完成しましたね。すごい、はい、鼻抜いて、はい、チャンスじゃないですか。チャンスです。赤嘘をあんこ、はい、まあ、とりあえずお高瀬からですね。はい、ワイヤマは数層あんこのドラの急層2枚、うん、遅いけど仕上がれば高いですね。はい、そしてススル選手はトンが統一でピンズで一メンツといった格好、うん、統一系の手でこれトンから仕掛けていくかどうか。あ、テンパったカンパーピン、いきなりいくか、ちょっと待つか、カンパピン即リース。あ、これはいいですね。いや、これは、リーチ赤いも鼻積もれば跳ねまん、リーチ赤いも鼻、はい、出上がり跳ねまんじゃないですか。あ、リーチ、あ、失礼しました、はい、出上がり跳ねまんです、はい、一発に積もれば倍もある。これドラゴン細井さん積もるとえらいことになりますよ。そうですね、はい、
3-8 は結構余裕あるんですけど、はい、アルタイルジャパンが苦しくなりますね。そうですね、レンジャース現在最終戦のアルタイルジャパン、はい、あ、イーシャンテンから一品プッシュ、うん、ないっすもんね、もう、はい、まだ折り切れないし、積もり切りで先は長いし、ああカンパーピン出そうだな、これ出ますね、いや結構危ないですね、これは、はい、あ、ただ関連像が2枚切れになって、ワイヤマこれどうするか、あ、チーソーも無筋だ、通ってなくてここで回り始めましたね。現物のイーソーを抜いてきます。スルサは現物撤退、ちょっと間に合ってないですね。そうですね、さあこのワイヤマのパーピンが右端に置かれていてちょっと気になるぞ。山、いや気入ってる、まだ気入ってるここはね、まずね上がりてて、おっと、アンコッタ、アンコッタなくなりました、カンパーピン、三蔵がワンチャンスで9ピンは筋、イーシャンテンキープ、三蔵だ、ドラが、はい、ファーストドラ表示牌です、ちなみにね、これ、なるほど、じゃあ押し切れるか分かんないってことですね。チーソーとか結構切りづらいですよ、これそれがドラの急走もですね、うん、そうですね、カンパーピンは残り1枚いやじゃないです、瞬間なんですよ、はい、そして白ポッチも割り切れていますってことは、これワイヤマさんが押し切れるかどうか、だから相手は親やりですね。あ、チーソー通りました、あ、これ、あ、でもまた選択になったえ、危なくないですか、キューピン、チーピンか、チーソーローソーか、キューピン筋で一回いっとくか、あ、まあ、現物のチーソー切るかですね、あ、現物のチーソー切るか、これかなり選択分かれそう、これパーピンありますよ、いやパーピンはこれはないですね、これ切ないですか、選択肢としては筋のキューピンの安全度高いかなと、キューピンにした、はい、はい、じゃこれテンパイでチーピン勝負ですね、これで2面ですね、はい、いやこうなるともう、あ、チーソーローソー両方通ったんで、またワイヤマさんちょっと回りやすくなりましたねはい、なるほどなるほど、ということはもういよいよ宝珠はない、ウーピン通ったよ、あ、筋になった、ウーピン通った、これちょっと前だったら危なかったですね、これね、そうですね、あ、追いついた、あ、これは勝負だ、リシャリシャ、サブローピンの2面テンパイ開けるかどうかか、あ、なるほど、だ現状のポイント考えるとそんなにやっぱ上がり率下げない方が良さそうな、まあ、そうですね、あのトータル2位なので、はい、ノーマルリーチですね、サブローピン、はい、川には3枚、あれかなり生きてるな、細井先生2枚、あ、2枚ですね、はい、すするさんが1枚、川に3枚、山に2枚生きてます、山に、はい、カンパーピンは順から、はい、2対0です、いやこれはもう流局願うしかない、細井さん、そうですね、残り1枚、1枚になりました、耐えきれるのか花高くなった、え、2巡目あんなに楽勝な展開で、あれこれすするさんも、はい、すするさんの手は、はい、本一のインシャンタになってますね、はい、換算、あ、サブローピーは順からになった、順からえ、ただペイがションパイ2件にちゃちょっと打てないか、いや、ペイ親が1枚切ってますね、あ、1枚切ってる、はい、ワイヤマ2の2通っていないペイです、ここはリャンピンを切っていきます、さあこれで両者順からすするの上がりあるかどうかといった感じの一局になりました、花、しかし山にはもうないんだ、いや、しかしこ2巡目リーチがこのチャンスでね、はい、まさか早々に順からとは、しかしワイヤマの町もないので、これはいよいよ流局濃厚か、追いつけるか、まあでも通ってない辺もだいぶ切りづらいですね、ちょっと厳しそうですね、はい、イーシャンテンス、イーシャンテンか、もしもしもウーピンとかはい、あ、でも残り3枚じゃ突っ張らないか、あ、これ流局ですね、はい、流局です、いやー、この2巡目カンパーピン上がりきれないか、上がりきれませんでしたね、最後にすすさんがシャアを切って流局になりました、ドラゴン細いとワイヤマの2人転敗で流局です、ただワイヤマ選手お見事でしたね、パーピン抑えて、あれ選択そうですね、ありましたね、パーピンパーピン、うーん、まあ、ちょっとあるかなと思ったんですけど、うん、
さすがの判断でした。さあ、ともに曲1本はドラは初です。白ポッチドラ表示牌に見えています。ハイパイどうだ。あ、いいぞ。またかまたか。これいいですね。軽いですね。結構二メンツできてますよ。すでにすごいぞこれ。しかも赤が2枚一通なんかも見える。はい、いいハイパイだ。あ、いいな。もっといいハイパイか。あ、スーさんもチューアンコで結構打ちやすいですね。あ、いいとこ入った。いいとこ入った。いや、これぶつかるぞ。ドラ打っちゃうか3ピンの連続系。うーん、一応でもジャントは確定しないんですよね。そうですね、はい、ドラが一番シンプルか。急走、いや急走はちょっとないか。3ピンキット、今ちょっと3ピン T かけようとしましたね。はい、はい、かこれと一通とか打点が一番アップしますね。現状は、まあ、トータルラス目のチームで、はい、あ、これ一位シャンテンですね。追、まあね、はい、える打点は追ってきたいですよね、やっぱり、はい、いいシャンテンですね、はい、で受け入れも現状瞬間の受け入れだったら、まあ、中袋の3ピンよりはそうですね、初引く可能性の方が高いですもんね。和、はいはい、山さんは一通見切ってリアンカーにしましたね。ピンズが3面ちゃ受け残ってます。はい、これは受け入れと形的には Y 山若干有利といったところか、うん、初おテンパテンパリーチャーリーチャーリーチャーメンピンアカーカーのサブロソ待ち。いや、またなのか。これチャンスですね。チャンスです。花は抜いていません。メンピンアカーカー、これで一通狙いに行ったってことですかね。これは一通狙いに行きましたね。一通かドラ重なり かなり高くしましたね、はい、やっぱりもう状況的にってことですかね。やっぱりこれはどうする。 E ペイコーか。ああ、なるほどね。E ペイコーか。数層切っておくとサブローソーパースの受けが残っていて、あ、ここで初を切る。ドラにしました。 E ペイコーか一通か。スルさん、あ、だんだん手がまとまってきた。いいですね、はい。内手の進行もあるか。お、なんだこれ。あ、なるほど。あの、ジャントね、できるとサブローピン待ちで転敗するんで、あの、想像6球層の延べ板の形を残したって感じですね。これで初オーバーで何を切る。え、ピンズが割と安い。パーソー先切り両面コテですね、はい、さあ再び転敗。どうだ、何を引いた。チーソーを切るとサブローソーの面ピンペイコーです。高め9層か。はい、サブロソーでリーチですね、はい、サブロソーリーチ、はい、なんだこれは。テンパイか、カンか、ん、これ現状カウンソーテンパイですね。カウンソーテンパイで再び和山選手追いついてますね、はい、またなのか。リーチ、おー、リーチだ。2度目の勝負、はい、王と龍がぶつかる。カウンソーは山に1枚。これはさすがに現物で2人の安牌、はい、サブロソーはどうだ。いや、これサブロソーもね、親マンからですよ最低ね。はい、高いです。しかも缶も入っている。缶も入ってる。 1,2,3,4 しかもチップがある、はい、この残ルール4山かな。サブロソー缶嘘は1です。いや、この例はしかも上がれば赤ですね。はい、チート率にシャーテンで粘れるか。シャー一回言っときますか、はい、さあどうだ。この4対1はさすがに勝っておきたい。このサブローソーね、あっと吸収された。テンパイテンパイ、お、すごい。え、チーソーが切れるのか。いった、いったいった。しかも止めた。ウソベタ止め。ウソ待ち2人。ウソダブロー、あ、オープンオープン。ウソダブロー素晴らしい。しかもちゃんとオープンしてるのが素晴らしいですね。そうですね、冷静。もうルールに慣れてます。掴んだら最悪。これダブロー、掴んだらもう。ウソダブロー、どうだ。白ポッチじゃないよ。白ポッチじゃない。サブローソーはこの3対1。あー、かせる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 。危ない。25%対75%。さすがに負けれんぞこれは。え、これ引いてる。あー、使うさー。さメンピン赤赤ドラ裏が乗ると18,000。ドラはですね、はい、ドラ3から出ます。どうだ、どこまで行く、どこまで行く。なしなしか。12,000は13,000。いや、でもこれウソビタ止めしての追いつきはファインプレーでしたね。そうですね、うん、しかも待ち買い止めて2件リーチなのにギリギリテンパイ取れましたねこれ。はい、いや、今上がったらね、よかったんですけどね。熱い一曲でしたね、はい、細井さんもね、あの、まあ、一通行くかどうかでね、まあ、最後もうテンパってドラミ切ってっていう感じで上がりきりましたね今ね。そうですね、うん、はい、順目と、はい、そ
横断してといった上がりになりました。さあ2本馬になりました。ドラガ3ピン手配は悪くないですね。1面2できてて赤の両面あって両面2つありますね。ピンでも両面お中杯整理してったらまた面ピン系でドラとか赤絡めてっていう、これも上がってもおかしくない。ピンズのポイントが3トイツ、うん、あ軽いな、軽いですね。2面ありますね、はい、あ重なった。アルタイルジャパンもこれが最終戦です。このハンチャンマイナスだとおそらく予選通過はかなり厳しくないですね、はい、そうですね、並んでますからね、はい、3チーム。勝負どころ、これちょっと3人とも時間かかるかな。あスルさんドラ重なった。スルさんいいですね、はい、いや受け入れ広いんですけどね、細井さん進まないですね、うん、これで4と1つ目チューン叩くか。あやまさん泣きそうな気がしますね。あーでもどうだろう、ちょっと形悪いですか。これチーソー残しましたね。おっとこれでいいですね、イーシャンテン、イーシャンテン、はい、イーシャンテン4枚チートイがあります。進まないですねなかなか。うーん横の並びはいいんですがなかなか有効牌を引いてこれません。いやここはいいですね。キューピンも狙い、あすんごいとこ、すんごいとこ入った、すんごい。いやこれ高くてドラ7ですね、はい、ドラ7、赤赤花花ドラ3、うわリーチドラ7。あサブロピン一発補充じゃない、いやいや違います、サブロスです。はい、サブロスびっくりした、まさかと思った。あんな手から打たない、サブロス打たないザンオーがあんな手から打たないです、はい、さあサブロスお待ちの先制リーチですね。サブロスか、あだいぶ来てるなこれ。3、3、6、6、1、2、3、4、山4、2枚ずつです。さあ親番のドラゴン細い、この手からは少し厳しいか。ちょっとね降りたくない局面なんですけど、まあとりあえず初で回ってって、うん、まあ粘れるように巻き返しって感じですねこれはね。そうですね、はい、あとで押し返すために、うん、その初初っていう感じですよね。いやでもね、もうこの親落としたくないな、落としたくない、まだ、ね、まだお山上がったとはいえ、うん、とはいえこのハイパイですからね、はい、あこれ行きたい、うん、ちょっとずつサブロスを山4、ここで一発引いておきたい。先ほどお山の補充になりました、スル、あこれは行くか、イーピン、イランゾー、どっちか行きますね、ヤンシャンテン、はい、行きましょう。アイ山は完全に現物を抜いて降りている模様です。というわけで先制リーチのススルと親番のドラゴン細いの一騎打ち、イシャンテンだ、リャンズを想像は通ってないです、ね、はい、一回いそう、一回いそう、うん、はい、おチートイツをイシャンテンだが、どうしますかねこれ。いや苦しいですね、まだね、一回現物のシャー切っといて、はい、あーやばい、さらに高くなった、積もりそう、あれ4枚目いますよ、あ本当だ、花4になると薬満チップになりますね、はい、バジュ、バニ10枚、バニ10枚、どうだ、うわーやばい、いったやばい、これやばい、いった、やばい、積もりそう、待って4花、しかもこれまだ山に結構残ってるんですよ、山4か山3ですよね今ね、待って、やばいぞ、山4のままです、まだ1枚も吸収されていません、あるぞ、やばい、アルタイルジャパン10枚、これめちゃくちゃやばいだ。細井先生もこれを見てどうするか、しかもこれ数百万いきそうなぐらいのドラ、そうですね、数百万5枚よりありますよこれ、今ドラ級、現状ドラ級ですね、ドラッスル、まだいない、これ熱い、熱すぎる、これ決まったら本当にアルタイルジャパンのリードか、はい、いやバリ10枚やばいって、いややばいっすよ、まだ生きてる、まだいます、4枚山積もりそう、これどうだ、トップユーチューバースする1枚吸収、残り3枚、まだ3枚もあるんですか、3枚です、やばい、積もるでしょこれ、ドラ3、4、あー積もった、リーズもドラ1、2、3、4、5、6、7、8、9、トリプル、トリプル、トリプルのバニ10枚なんで5枚オールですね、はい、いや強烈な上がりだ、5枚オールです、8000、1万6000の日本馬です、はい、1万1万8000の5枚オール、ここでプラス10枚でかい、これがすする、めっちゃ効くなこれは、
となるとこれはあの決勝にだいぶ近づきますねっていうか、そうですね、あでここで下手したら3-8とダイナップ取らせたら負けるかもしれないですね。危ういっすよ3-8。これでだってあれですもんね、アルタイルジャパンがもし3-8を負けるようなことがあれば、はいはい、次戦のターゲットは3-8ということになりますね。そうですね。えとなるとこれだから残りの3チームの展開がめちゃくちゃきついですねこれ。だって確かにだって20枚とかですよ。だってねもうトップ条件ですもんね。まあそうですね、残りの3チームは、はい、まあ、3-8とアルタイルジャパン、はい、下にいた方を最終戦でまくるという。これきつくなったな。これは堀内さんとしても少し苦い展開になっていますか。はい、3-8とアルタイルジャパンがさっき36枚差だったんですよね。でこれ役番で15枚埋まって、はい、15枚埋まりましたね。さてトップラスだったらこれまくる勢いですね。もうねトップラスだったらもう無条件です。もうまくったら確定ですね。確定です。こんなことがあるのかアルタイルジャパン。さこちらは多発選択イーシャンテンです。カンウソウとカンリャンピンカンチーピン、ドラゴン細いも2メンツができてドラが1枚といった手格好。あ、いいチーストを引きましたね。ちょっと受け広くなりましたね。いやこれはとりあえず、うん、お、テンパったイースピンカッパーだ。選べるぞ。ウーソー赤がルイピンの方が出上がりやすさは赤だ赤だ。ウッパーそうですね。メンピン赤ドラ、はい、3-8としても背中に冷や汗が走っているでしょう。この状況今日は新川綾乃の2連勝でほぼ決勝が当確というところまで来た最終戦。あと逆にこれあれですね、スルさん 3-8 に負けられると、あ、追いついた、追いついた、リャンピンパーピン、リャンピンパーピンか、はい、ドラ表のパーピン切ってペンチーピンもありますよ。ペンチーピンでドライキャッシュでペンチーピン、はい、勝負だ。いやこれはね、うん、ペンチピン2枚っす。ペンチピン2枚、ウッパーソーが、ウッパーソーがウーソー2枚のパーソーが1枚、3-2。どうだ、一回息を吹き返しておきたい3-8。そうですね、もうね、ここでね加点されたくないですよね、もう少しでも。そうですよね。しかも今ね花4積まれたばっかりです。はい、これ以上失点すると本当に3-8は予選通過が危うくなってきます。チーピン1枚ススルに吸収されて残り1枚、ウッパソーは3枚のまま。危ない、あー怖い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 ウッパソー、バイヤマ選手も、まあ、幾度となくその大きい勝負をくぐってきている令和のジャンゴーと呼ばれてきますが、こんなに痺れるめくり合いもなかなかないでしょう。これ通過かかってますからね。アンパイあるか、ペイが通ってますね。ペイペイか、ペイペイですね、合わせ打ちですね、はい、トップ目で撤退です、はい、うわースーピンも怖いな。チーピン一応筋になったが二軒リーチだとなかなか手詰まってもドラサバは出づらいか。そうですね、ただまあ打点的にはやっぱドラのね9ピン使いたいですもんね。マッチの枚数見たび一緒で、はい、こっちの判断でいいと思います。決着つかないですね。そうですね、ウッパーソー3枚いるんですが、これも流局だとワイヤマちょっときついぞ。そして細井先生もここは1回は上がりたい、トップは絶対に取らなきゃいけないんです。あ、嘘流れた、嘘流れた、 1対2、花引いて、まだ1対2、3枚あるってことですね。満貫が確定したドラゴン細い、決着牌3枚あります。わー、そういや分かってますね、分かってました、分かってる、これはリーチ、赤、花、ドラ、8000点、満貫でこういうこと、3-8危うし。これで、ね、待ち寄り見事ですよね、ペンチーピン待ち。そうですね、はい、
ドラヒョウ切っての、はい、ドラヒョウの方がね危ないですよね。やっぱり見事です。さあトーン3曲ですね。親はスルさん一応やっぱここトップ取り切っておかないと、うん、その最終戦が危ないですよね。あのこの決勝前の最終戦なので、はい、スルさんこれで終わりですね。あと見守りだけなんで、はい、そうです。ターゲットですよね、はい、標準合わされちゃいますね最後ね、うん、さあそして、ワイヤマチューントイツ3万点持ち、はい、まあ、さっきの5枚オールで15枚詰まって現状3万点台のラスということで12マイナス 12? あ、ちょ、マイナス 10ですね、はい、10です、はい、なんでこのまますするがトップを獲得すると入れ替わりということになります。すするのトップを阻止するか、ワイヤマ自身が2着に上がることができれば38の方が上で終わる可能性が高そうです。いやきつい。でもねあの結構他のチームがきついですね。18枚のトップでまあまあの大トップですね。これ十何枚のトップ取らなきゃいけないってことは。そうですね、うん、さあワイヤマここはローソーを切ってドラン急走を生かす形、ちゃんたも見えるいいシャンテンになりました。トップ必須の細井先生手の形はそんなに悪くないか。あの親場残ってるんで自然に打ってあとは大爆発。そうですね、はい、はい。同じことやればいいんですよ、はい、おいいとこ引いたなこれ。2メンツ3メンツ打点が高いですねさっきから。形良くなってきましたね。まとまってきましたね。はい、すする選手の統一の難はお高ぜです。ポンしていくことはできません。チャンタのいいシャンテン、お、これでいいシャンテンですね。はい、いいシャンテンが2人とヤンシャンテンが1人といった格好になりました。ただ全員打点があるのでこの曲も、ね、はい、とんでもない結末になってしまうのか。リャムピンリーチだ。いや、メンピンやカーカーだこれ。親のリーチ、これはいいリーチやな。さあリャンウピンですが一発目の現物ですね、はい、追いつくか。あ、ただでもちゃんと見ちゃんといけないですね。もう数層をプッシュできないですね。これちゃんとキープして、うん、堀内さんリャンピン4枚です。リャンピン4枚ですか。はい、ウーピンないです。ただし、あ、追いついた。イーピン切るか、関数ピンでいくか。追いかけリーチ、関数ピンもね辛いけどね展望ないんですよ。で直体でリードも許したくない勝負に行きましたねこれね。はい、あ、でも待ってください、ないです。関数ピン、関数ピンない。シュンカーだ。ぼっちも場に出てます。出てます、ね、敗北必至。やばい、死刑執行ないみたいな。そうです、今階段を上がりました。やばい、リャンピン掴んだ。リャンピン掴むかもしれない。38が押してくる。はい、38がもうあとはこれ、あーっと掴んだ。メンピン赤市そこまでか。6000で済んだが耐えた。いやでもこれ現状ラスですからね。はい、もう完全に入れ替わってます順位は。こんなことあるの。うわ、これは厳しい戦いになったな。これあのアルタイルジャパンが大トップって、はい、ほんときついですよ。あの周りは、周りはそうですよね。はい、ライフデザインパートナー、予想やマスター、はい、そしてもちろんドラゴン細いもそうです。はい、はい、ではどこまで行くのか、終わった時にスコアがどのようになっているのか。そうっすね、全く予想がつきません。さあトン三曲、すするの連チャン、ドラが言いそう。今回も細井先生の手が少し鼻ハイ2枚で良さそうだ。ペイも効いてますね、はい、泣けます。まあ、連チャンも打点も欲しいけど連チャンも許したくない。あ、でも形はまあまあいいかな。両面3つと両チャン点数現状で両計。そうですね、うん、一番形が良さそうです。ペーポンしていくかどうか。あ、なので、ね、ペーポンしてね、安い両面2面で3万で地位がないんですよね。はい、ただ連チャンも許したくないですね。そうですよね、はい、これ以上やらせるとせめてポンテン2枚目とかって考えてるのかな。あれ、ちょっと待ってください、細井先生3花、
お、あれまだ4枚目あります、ね、4枚目まだ見てないですね、はい、さっきのやり返しやり返しありますよ。そしたら38つらいな、38本当につらい。ペン1枚目出た、スルー、スルーだ、全然止まなかったんで、もう1枚目吹かせて決めてましたねこれ。はい、2枚目をどうするかといったところか。いやー4花あるか。お、いいとこ引いた、これすごいとこ。これでローピンですか。はい、ローピン切っておくと赤ウピンが使いやすい。はい、いいシャンテンですね。キューピン切るとあのペンのポンテのとかアンコにやった時に赤ウピン飛び出る形になっちゃうんですよね。なるほど、まあ鉄合ならローピンがいいかもしれないが、はい、まあ、まあ、皮が、はい、まあ、皮強いですね。そうですね。あとまあ序盤ので一応ターチャケア、はい、本当にあの、はいはい、あとまあ両面入った時にキューピンキューピンって並んでる方が強いですね。そうですね、はい、あのアンコった時は出ちゃうんですけど皮は強いですね、はい、あとターチャケアの安全度、あら、これですね、まさしくね、はい、これでキューピンキューピンの方が皮の情報は少なくなりますね、はい、そうですよね、ローピン置いてあるってことですからね、はい、はいはい、あれでリャンパーソが積もる前に花を抜きたい。そうです、これ、あ、これ抜いて臨車の積もとかあるかもしれないです。いや、あります、リャンパーソ、はい、花の方がやばいな、これ今、いや、もう花の方が欲しいです、はい、花、もう花です、花、花、リャンパーソなんていつでも引ける。とりあえず花を引いてからです、役満チップ。でもリャンパーソー、ああなくなってしまったか、はい、さあそうなるとリャンパーソー普通にですね、で結構えげついほどありますね、これリャンゾー4枚ウーソー2枚、でしかもなんか2人がまだちょっと遠いんですよこれ、手が押し返せない、はい、パーソーも1枚か、リャンパーソーのリーチドライオンかな、はい、七山です。50まであるか、ここは1回 E ピン、E ピンは通ってはないですね。ああ、じゃあちょっと押してるってことですね、はい、積もりました、あ、積もった、ハネマンから今ちょっと叩いちゃったからゆっくりやったんですね。リーズも赤赤ハネさん、面白いな、裏はなし、ハネマン、はい、ハネマンでこれで、あ、トップ変わったっすね、トップ変わりました、現状は、はい、いいですか、すするさんがトップ取りきれないと最終戦の他のチームの状況ちょっと楽になりますね。そうですね、はい、これあの 10枚とかのね、はい、ぐらいだったらやっぱり最終戦はもう本当トップ取れば OK くらいで痛いですよね、どうしても、はい、大体、ね、9万点1とかやめてほしいですよね。そうですよね、はい、はい、さあここで最後の親番、細井さんはもう7万点なんかじゃ全然満足できないですね、もうここでできれば2人飛ばすぐらいの気持ちで、そうですね、はい、手配はいいですよかなり、死の果てまで行きたいところ、この試合最後の親番です。さあ丁寧に進めていきますね、感じは多いですが、いや細井さんかなりいいです、これあ、ピンズが伸びた、ターツもできやすい、リーチくらいまでは普通にいけそうですね。お岩さんはちょっとね、あのまだペン感じはちょっと重いかな、と重なった、うん、打点的にはススルさんも結構良さそうだが、うん、遅いけど仕上がれば高くなりそう、あ、カンちゃん1個前進ですね、はい、少しずつ、あ、いいとこ入ったわ、いいとこ、これは両面と三面ちゃんだ、はい、今ドラ引いた、さあこれはもう急走とかで、ね、これ間に合わない可能性がありますね、これえ危ないじゃないですか、あ、これ三蔵残しで対応の可能性がピンですねこれ、すごい、見れる打点は全部見て、メンタンピン E ペイコあります、はい、バイマンクラス、お、急走間に合ってる、ここでもうハイの安全度でチュン残して、もう十分系、タンヤオの可能性も残しておいて、そうですね、はい、なんかあれですね、細井先生はこの企業リーグが始まってからその麻雀を本格的にあの練習したって結構おっしゃってたんですが、かなりもうなんか違和感なく見れるというか、熟練者の打ち方太いですよね、かなり高度低思考っていうか、そうですよね、本当に競技麻雀みたいな、はい、
テンパなかなか。テンパイは入れたい。ワイヤマが来た。ここのね、あの3ピンがネックなんですよ、ドラ表示杯の。で、E ピン、2ピンとかね、この2度受けるとこ外して、なるべく内に寄せて。おっ、いいとこ引いてきた。いいシャッテンになった。赤嘘が出るが。赤切るか。あ、なるほど、9ピン、9ピンで、あ、これだと、数ピンちゃんとできて、ピン、あの、相当の1通の可能性もありますね。シャンテンを。おっ、いいとこ引いた、これ。すごいぞ、これ。あの手が完全いいシャンテンで、チート1通の目もある。こうなってくると、もう誰が先手かわからないぞ。あ、これで、2ピン切っといて、いいシャンテンに受けるか。キューピンもかもいいシャテンですね。はい。鼻を引いたドラゴン。テンパるかこれサブローキューピン。いやテンパらない。絶対行きたい。テンパらないはもう許せない。うわ贅沢。もういらないんだ。やばい。いや一番遅いと思ってたそのワイヤマさんが仕上がりそう。そうですね。なんか。あーっといいとこ引いた。たまげたそれは。サブローキューピンだ。すごいつもしたサブローキューピン。ここでいいシャンテン、くっつきのいいシャンテンだ、スルさん。追いつきもあるぞ。サブロー追いついた、おのてんだ。サブローキューピン2人。これ、サブローキューピンで。サブローキューピン2人。どうだ、白ポッチなんで純粋に引き勝ちですよ、これは。はい。ここの引き勝ちかどうかで。一発ドラゴン、竜の一撃、見せられん。どちら。熱いな、これ。いや、細井さんも絶対上がりたい、本当に。はい。あ、吸収、キューピン引き戻しでも引き戻し、引き戻し、ウッパピン待ち。ウーソー1人には現物。親にとってない。行った、行った、オープンだ、オープンだ、じゃあオープン。オープンパピン、はい、あと激アツ。でも、すすさん危ないですよ、サブローキューピン、ダブローありますよ、これ。めちゃくちゃ高い、ダブローあります。めちゃくちゃ高いよ、このダブロン。さあ、ここが今日一番の E ペイコ確定してますからね、これ。今日一番。掴むと大変だこれは。あーあーあー、メンタンピンツモイーペーコ赤赤赤ドラバイマン6001万。いやー力強く上がった。制したのは株式会社サンエイト前期残豪ワイヤマ龍を食った。序盤きつかったんですけど、その2度起きのね、3ピンの起き外してって丁寧に打ちに寄せての、はい、上がりでしたね。いやだからもう正確ですよね、手順が。今のバイマンで結構平たくなったんじゃないですか。3万6000ですか。あー、これでここの連チャン一上がりで、まあ、トップも見える、はい、そこまで来ましたね。今引き負けてたら絶望終わりでしたね。はい、ね、はい、あそこでバイマンだったね。つないだつないだ。すするさんがダブル補充っていうケースもあったんですけど、うわありましたね。あれ打ったら立ち直れたけど、いやもう本当にヨハナどこ行っちゃったんですか。ヨハナ食べてますよね。はい、さあこれで、ワイヤマに親番移ってきて何2曲ですが、トータルポイントの状況としてはワイヤマ3万点台、現状トップメスが細井先生ということで、現状では3エイトの方が上、はい、はい、アルタイルジャパンがプラス13枚。というわけで、まあこのまま終わればあれですね、ライフデザインパートナー的にも最終戦トップを取ればみたいな感じになりますね。そうですね、他のチームも可能性ありますね。はい、はい、さあここでね、まあ、トップ目指したい。そうですね。あ、まあ、ちょっとまだハイパイがね、はい、重いですね。八百長が整理してって、うん、どう伸びていくか。はい、ドラゴン細いとすするは絶対トップです、はい、トップですね、もうトップですね、はい、細井さんもね、もうここを親落ちしてあと、まあ、トップを取り切れるか。現状はちょっとね遅くて安い苦しい形ですね、はい、ただ安くてもトップ目なんで上がって曲を流せれば。そうですね、細井先生にはもう一半ちゃん出番があります、はい、4統一何を受ける？これは難しい。難しいですね。いいサード職。はい。うちにうちに。スルさんもまだメンツはない。お金はそう埋まったぞ。これでいいシャンテンっすね。安いな、しかしこれ。細井さんはでもトップ目なんで、はい、安くてもとりあえずここでトップ落としたら本当にもう終わっちゃいますもんね。いいとこ引いてきた、はい。ようやく一メンツ、いいペイコメある。急走からほぐしていく。一応いいシャンテンなのが親番のワイヤマ、はい、他二人はリャンシャンテン、細井先生いいシャンテンか。これ一通のポンテンが取れる形、ポンテンどうしますかね。これ
もう親番中なんでこれはもうポン点に取りますか。取りたいですね、はい、ペン三蔵。まあ、ワイヤマさんのその普段のジャンプ的にも結構泣いていきそうな感じがしますね、はい、あと受け入れがね、あの両面ではなくシャンポンとペンチャンでそんなに良くないですね。うんうん、まあ、面前で引くのはちょっと厳しいかなと、はい、あ、これはタンヤオがつく3品だ。ちょっとずつ良くなってきました。ええー、いや細井さんがね苦しいですね。そうですね、ちょっといいぞ、これはテンパった。リーチだリーチだリーチだペン、いやーよく丁寧に打ったな本当に。ペン三蔵しかも老僧が切ってあって引っ掛けになっている。9ピンは通ったね。あ、ちゃんと現物の老僧からいきますね。はい、はい、あ、一発キャッチ筋、あ、打たない打たない、現物現物現物、はい、これで両面にあったっすね。これで三蔵そのものが山川なくなりましたが、あれがございます。白ポッチがまだ生きてるってことですね。はい、あっと、あ、そうだ、あ、ついてない、ついてるのが1枚ある。それを引けたらリーチ1通赤ドラかな、現状赤ドラ、はい、白ポッチ積もるとハネマンです。くぅー、ハネだったらもうあれトップ行くっすね。行きます行きます、はい、はい、全然おかしくありません。いやー 2V1 透かしてる。でもこれで次は確実に白ポッチです。白を引いてきた瞬間に上がり、ね、しかもね、ここでラスっちゃうと敗退の可能性も出てくるんで、はい、3-8はそうですね、なんとしてもラスだけは、やっぱ現状やっぱアルタイルよりは上に行っときたいですよね。そうですね、そうすれば最終戦ターゲットにされることはありません。あるか、白ポッチ積もったらでかいなここで。いやこのサブ1通せるか、どうだ、まだ生きてる、うん、生きてます生きてます。山1枚、おお、思った、いった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 、水も一通赤花羽根マンから裏返し、でかい9000オールの1枚、でかすぎるこれは。しかもトップに立った、決定づけたか。いやこれね、もうほぼ確定で通過になりそうですよ、これ2着守ったら。あ、今トップですけど、あの1着か2着でももうかなり硬い。そうですね、はい、原点持ちの2着持っておけばもう負けるケースは本当にないですね。スルさん、あれまさかのですよ、あの 花4積もったとはいえラス目になっちゃったよ、4万4000の、はい、あ、本当ですね。え、じゃあこれラス 10枚とか8枚とか払うともうなくなっちゃうわけですか。まあ、チャラくらいのラスになるかもしれないです、今4万点だと。あら、それはまずいぞ、はい、4万点のラスはマイナス、8枚です。8枚、はい、チャラくらいかもしれない、チャラですね、はい。こんなことになるのか、トリプル積もったんだぞ。さあ、ワイヤマの連チャンが続きます。非常に連チャンが多く長引いています、このゲーム。5万4000点で取ったんで、いやすごいなこれ。さあ、ここはまあまあかわしたいですね。はい、とにかく絶対トップが必要です。いや今の1通はでかいな、白ポッチ。あんな最後の1枚本当、しかも通過がかかってるこの局面で、3分の1通せるかさあ手配としてはどうでしょうか。細井先生は、まあ、純ちゃんリャンペイコー、ちゃんリャンペイコー、見たことない見たことない、ピンク純ちゃんリャンペイコー、ドラドラ見たことないです。細井さんは結構あの高打点意識されますんで、狙ってるでしょうね。連チャン狙い、リャンメンリャンメン、これは突き放しに行くぞ。バカ受けしてるらしいんですよ。純ちゃんの種、純ちゃんリャンペイコー、まあとりあえずね、やっぱさすがにね、さすがにさ、はい、さすがにです。ここはどうするか、どこまで水槽を引っ張るか。スーソー引っ張ってるのはやっぱり赤ウースを引いた時のためですか。とあとまあピンズがあの二度受けの両面になってるので形を良くしたいって感じですかね、これで。はいはいはい、三ウーピンが二度受けでね、あの、うん、あ、こ、まあ、まあこの辺りでね、まあまあ十分ということで、そろそろ順面も深くなってきて。そうですね、もう持てない、はい、これでいいシャンテン、うん、いやでもパースを引っ張りそうな、あ、さすが細井さんはやっぱ、ね、そのチーソー引きとかもね、そうですね、はい、ドラ、まだ満足しないですねこの形で。お、ポン点も取れるようになったですねこれで。うん、あ、いいとこ引いたわこれ。引いた、ここはドラだ、ドラ切ってマックス、しかも鼻鼻抜いてるんで、あ、これですよ、すごいのパースを残しが効いたね、すんごいの引いてる。細井さんならローピン切るんじゃないかな。ローピンウーピンですか。あ、でも赤か、赤リャンメンか。いや、リャンピンイーピン、いや常識はリャンピンイーピン、常識はリャンピンイーピンっす。あ、さすがにね、さすがにさすがにそうっす、はいはい、で危険度でリャンピンから、はい、お、テンパとパーピン、おお。だからね、これね、スルサ仕上がるとやばいですよこれ。高いですね、赤さん鼻鼻で、しかもこれ上がれたらね、また着順変わるんですよね。
これラスカーとか全然違いますよ、ラスカートップまで来てます。なんせ上から下まで約1万点差、はい、しかもこれ通過できるから本当にかかってくるよここで。ええー。あ、これはシャーチャですね。シャーか、シャー切ってピンフピンフにするすか。あ、でもこれあの重なった時にポン点も取れるですね。競ってるんでやっぱスピード感も大事ですね。あ、来た、大チャンス、すごいの引きだ、すごいの引きだ。うわ、ピーチ、これ上がれたら、いや、ありますよ、トップまで行きます。あ、サブロピン捕まった、一発で掴んだ。ウッパーピンはどうだ。いや、これ超勝負だった、パピンに別、押す押す押す、ウッパーピン、ウッパーピン、枚数はウッパーピンの方が、いや、しかもこれ競ったらローピン出る、出ます、ローピンかウーピンが出る。行かないか今、オーラス勝負にするか、行くならまっすぐ一品、行った、行った、いや、これ出るな、出ますね、行った、赤嘘、赤嘘勝負、オラ、まあ、これやばい、マジでテンパったら出る、どちらが勝つ、あー出た、出た、これ出た、出た、出ました、出た、出た、出た、親芸です、このサブローピンは出た、打ちましたね。あ、でも直前急走切られた、あー、でも出ますね、はい。さあさあさあ、ローピン報酬何点ですかこれ。裏1、メンピン、イーペー5 1、2、3、4、5、裏1、倍満ですか、倍満、1万7000の裏で1枚、うわ、でっかい、アルタイルジャパントップ逆転。いや、これだってうちのチームめっちゃ苦しくなった、確かにこれはでかい、今のどこで着地するか。さあ、しかしオーラス、すする選手の親番、一曲勝負、するさん、ラスからトップになって5枚オール積もってるんで、このハンちゃん、はい、いや、苦しくなったな、これは。このまま終わると、細井先生が10枚払いだから、はい、23で終わることになります、ね、23、はい、なんでそうなると、まあ、20くらいのトップが必要な、大トップですね、これも小さいトップじゃダメですもうね。そうですね、だからここはあの YM さんがまくるとまた混戦になりますね。相葉さんがまくった瞬間に本当にただのトップ条件になる、はい、ただこれ満貫で上がりなんで、結構条件としては、おっと、これでチートイツのイーシャンテン、はい、3つ迫る、うん、どうなるんだこれ。いや、ワイヤマさんの手も結構満貫必要なんでね、ちょっとピンズ払ってって本一で意識してますね、はい、はい、スルさんは、まあ、ピンズの変化を見る一つ目のあんこ、うん、縦の形となりやりますね、これね。で、逆に細井さんはこれドラのね、ペイ重ねて、あ、でもピンズの下めっちゃできたか、うーん、まあ、倍満で5万点確保、そうです、ね、2万6000点差か、2万6000点差、倍、倍つもでトップですね、あ、ちょっとまくりますね、はい、倍つも可能性ありますね、はい、ペイ重ねれば全然あります。ペイ重なるか、イーペイコーとか、イーペイコーか、まあ、チートイドラドラが一番あれなのかな、ね、イーシャンテンです、高くなった、お、これバイマンの可能性できましたよ、リーズもチートイドライオンですね、はい、一泣き泣いた、白ポン、白本一で打点がいい判足りてないのかな、現状、そうですね、現状3判です、何か欲しい、1000、3000だとあの同点でまくりますね、なるほど、7000点差だってます、ね、あ、そうです、はい、はい、7000点差です、同点はあのちーちゃんに近い方なんでまくりですね、はい、はい、じゃあそれを狙うという手もあるか、細井さんが出たら見逃すかもしれないですよ、あ、でもそのまま当たるか、あの現状チームポイント考えたら当たりますね、当たりますね、うん、そのまま当たってもうほぼ通過なので、はい、お、これでもう、もうチート一直線、よし、はい、パーピンが1枚、ドラを全部残して、さあ、イーシャンテン、おっと、花さん、あれ、また、また、あれ、あるぞ、あるぞ、あるぞ、え、大変なことになりますよ、これ、ペイが1枚切れ、ペイが1枚切れ、これ、細井さんのペイが、最後、ワイワさん間に合わないかもしれないな、ポンして、イーシャンテン、ペイが残っています、はい、先にテンパったら、あっと、テンパった、ウッパーピン、しかもこれ、役なし、いや、行くか、リーチ、ドラさんの両面テンパイ、いや、まだね、安全圏とは言えないし、ワイワさん、2フール、おっと、ダマ、ダマだ、慎重にダマ、パーピンが3枚切れてる、はい。あ、4枚使いチートイはありだが、チーピン切っとくか、あが、これウッパーピン助かるケースありますよ、あ、テンパった、テンパった、ペータン、ペータン、確定で、確定にしました、いや、リーチ考えてます、ウッパーピンリーチ来たよ、リーチだ、細井先生大丈夫か、ペー現物、
置いていた。あ、でもダメです。両方当たり、両方当たり、両方当たりだ。絶対絶命。どっちを切る？切ったらトップが変わる。どっちがトップになるんだ？ウーピンならスースルちゃんでしょ。いや、ペーですね。ペー、はい、を切ったら、でもリーズ、これ赤が確定なんですよね。リーズマチーという赤赤赤赤なんで。そうです。はい、倍もなんですよ、赤ウーピンでも。はい、まあペーが現物ですからね。現物のペーを選択。最後は残王の一撃。いや、これね、あの白の一撃から見事でしたね。そうですね。天山人の条件をしっかり把握して。ちなみに細井さん、どっちも当たりです。いや、見応えあったな今の。これもう分かんないですね、はい、でも2着とは今結構大きかったので。そうですね、はい、最終結果を確認していきましょう、はい、トップを取ったのは株式会社サンエイトのワイヤマ、そして2着がアルタイルジャパンのススル。6万点持ってますね。ということはここにプラス2なんで15ですね。15ポイントのプラスを持ってアルタイルジャパンはスコアが確定ということになりました。ということで、はい、ライフデザインパートナーとは11ポイント差です。あ、普通ですね、はい、普通のトップでいける、はい、トップ条件には変わりない。そうですね、はい、最終戦も見応えがありそうです。それでは、ここからはですね、トップを取りました株式会社サンエイトのワイヤマ選手の声をお届けします。セミファイナルシリーズ第11戦トップを取りました株式会社サンエイトのワイヤマ選手です、はい、トップおめでとうございます。果たしてトップなのか。花井も下ってるんで、いや、もうほぼ通過が確定しているという状況で迎えた最終戦でした。さすがにヒヤッとしました。元んばは、絶対負けたと思いました。肌色を絞られて、でも粘って、はい、最後の、ね、確定のペイタンキ、はい、白1台からの見事でしたね、はい、最初からあれは本一で、本日で1,000-3,000も OK で、はい、そうですね、まあ、もう2着でも上がるんですか。もちろん、もちろんそうです、はい、うん、はい、最後のあのチートイツの選択だったんですが、ね、赤のピータンキかペータンキっていう、はい、選ばれました。選ばれました。大阪で仲良くさせてもらってるんで、はい、選んでいただいてまた細井さんにもおんぶに抱っこで、はい、はい、ありがとうございます、はい、というわけで、サンエイトはこれで通過確定で、まあ、ですね、確定ですね、まあ、99.99% という言い方をしますが、まあ、確定と言ってもいいでしょう、はいはいはい、じゃあ、はい、頑張ります。2着です、はい、決勝の意気込みですか。まくります。あ、まくります。結構縮まってきましたね、これ。ここで半分になったら。そうですね、全然3戦残ってますからね、はい、まくります。はい、頑張ります。はい、ありがとうございます。ワイヤマ選手でした、ありがとうございました。